ねえ、ズンダモン、どうしたの？メタン、シャオミはスマートフォンだけじゃなくタブレットやテレビも発表していたよね。確かパッドロック S プロ 12.4 とテレビマックス86も発表されたよね。ということで今回はパッドロック S プロ 12.4 についての話をしていきたいと思うよ。お、いいね。パッドロック S プロ 12.4 は 12.4 インチの大型ディスプレイを採用し、アスペクト比3対2なので従来よりも文書の閲覧や編集作業などのタスクがしやすくなっているの。お、いい感じだね。そして 3K ウルトラクリアディスプレイにプロフェッショナルな色調整でより鮮明な映像体験を楽しむことができる上に、 144Hz アダプティブシンクリフレッシュレートにより今までにない滑らかさを実感することもできるの。なかなかいいね。さらにパッドロック S プロ 12.4 にはシャオミが設計したシャオミハイパー OS を搭載し、マルチウィンドウでウィンドウを自由に操作できたり、 PC レベルのファイルマネージャーでファイルを効率的に検索することもできるの。もはやパソコンじゃん。そしてスマートフォンと同期してスマートフォン間のやり取りを簡単にできたり、スマートフォンをタブレットの NFC エリアにタッチしてギャラリーの写真やファイルマネージャーのファイルを素早く転送できるようになっているの。ここまで来たらすごいよね。そしてワイヤレスネットワークを利用してスマートフォンの撮影画面を表示させるディレクターモードや、動画、画像編集でプロ級の体験ができたり、フェアイアートでアイデアを簡単に視覚化することもできるの。クリエイターにも優しいシャオミさん。そしてフォーカスフレーム搭載の3200万画素フロントカメラを搭載しているほか、 AI 会議ツールボックスも用意されており、オンライン会議をより簡単にできるの。お仕事にも便利だね。さらにスタイラスのシャオミフォーカスペンと専用タッチパッドキーボードで仕事効率化にも貢献できるの。ここまで来ちゃったらもう最強じゃん。そしてパフォーマンスの面ではクアルコムのハイエンドチップとなるスナップドラゴン8 Gen 2を搭載、 LPDDR5X メモリプラス UFS4.0 ストレージによりより強力なパフォーマンスを実現するの。なかなかいいね。バッテリーに関しては超大容量の1万ミリアンペアアワーのバッテリーを搭載し、 120W のハイパーチャージで0から 100% 充電で35分間といったように、お仕事で多忙なスケジュールに追われながらも1日中ほぼノンストレスで使うことができるの。最強じゃん。スピーカーに関してもドルビービジョンドルビーアトモス対応の6つのスピーカーとなっており、全方位から非凡なパノラマサウンド体験を楽しむことができるの。音もいいんだね。そして最大 5.8GBps の Wi-Fi7 にも対応しており、より高速なインターネット体験ができるようになっているの。最高じゃん。そして外側には5000万画素のウルトラクリアメインカメラと200万画素深度カメラを搭載し、タブレットながらもスマートフォン並みの撮影品質を実現。さらに洗練された雰囲気が漂うメタルボディながらも薄さ 6.26mm、 重さも 590g と程よく、デザインもいいし性能もいいしなタブレットながらも 256GB ストレージ、 8GB メモリモデルで 69,800 円、 512GB ストレージ、 8GB メモリモデルで 84,800 円とコスパもいいし、ここまで来たら最高なのだ。とはいえフォーカスペンとタッチパッドキーボードは両方とも別売りで、フォーカスペンが 14,800 円、タッチパッドキーボードも 16,800 円と見かけ上お高いように思えるけど、ただいま発売イベントとしてタッチパッドキーボードが 11,800 円、パッドロック S プロと一緒に買うならフォーカスペンも 9,800 円と、ファン思いのシャオミだからこそ実現できてしまうの。最高じゃん。ハイスペックタブレットながらもコストパフォーマンスに優れている1台だから、これもまた期待だね。